ヘイヨー、ケンツムシです。今日もね、やっていくんですけども、皆さん、このね、以前出した動画は覚えてますでしょうか。このね、謎のラバーハウンドの画像が出回ってて、新カードなのかどうなのかっていった感じがあったんですけども、公式からね、こちら回答がありました。ということで、まとめてくれたものがあるので見ていきましょう。このね、ラバーハウンドの名前はスーパーラバーハウンドと言いまして、性能はですね、スーパーラバーハウンドと言われるものがいて、そいつが分裂した時にラバーハウンド2体が出てきて、そのラバーハウンド2体がそれぞれラバーパピーになるっていう。スーパーラバーハウンドがいて、処理するとラバーハウンドが2体出てきて、そのラバーハウンドからパピーが出てくるって感じ。で、その代わりスーパーラバーハウンドとラバーハウンドの HP は下がってるよって部分で、それだけじゃなくて、スーパーラバーハウンドが分裂するときに、ファイヤーボールみたいな効果がね、つきます。ゴーレムが爆発するときに、爆破ダメージがあるように、スーパーラバーハウンドも、ラバー2体に分裂するときに、爆破ダメージがあるっていったところで、コウモリとかで処理すると、まあ、吹っ飛ぶよって感じでございます。っていう、まあ、新しいカードと思ったんですけども、チャレンジ限定の、はい、スーパーラバーハウンドチャレンジっていうチャレンジ限定ユニットっていう新しい試みを運営がしたと。それによって、まあデータ上ね、こうスーパーラバーハウンドの画像がこう漏れてしまったけども、実際マルチとかは使えませんよと、チャレンジで使えるよって言った部分なんだけど、まあ、この性能自体はマジぶっ壊れなんで、スーパーラバーハウンドね、またね、どういった使用感になっていくかね、試していこうかなと思います。まあ、中間で、スーパーラバーハウンドっていうね、まあ、謎が解けましたよって言った感じなんですけども、鋭い方はね、こう思ってるはず。でも、ケンツメシさんと。それが、アリーナ限定、チャレンジ限定のカードであるならば、このアリーナ10にあるハテナのカードって何ですかって思うわけですよ。そうなんですよ。ここに、利用可能、近日中利用可能っていう新カードの匂わせがあるよね。これは、スーパーラバーハウンドではないはず。だよね。だって普通そうでしょ。これでここがスーパーラバーハウンドでした。新カードじゃないですってなったら、ちょっと俺らのさ、見つけた気持ち返してほしいじゃん。これは新カードが近々ウルトラレアで来るっていうも伏線間違いないです。もうクラルは考察チャンネルとしてね、食っていくんで、これからやっていこうと思います。まあ、そんなこんなで、とりあえずマルチね、2試合ほどやっていきましょうか。まあ、スーパーラバーハウンドね、さすがにね、新カードだったらやべえなと思ってたよね。なんとなく表記的に、分裂したらラバが出てきて、ラバが分裂したらパピが出てくるっていうのは、なんとなく分かってたんですけど、さすがにこんなぶっ壊れ、実装するわけねえなと思ってたので、まあ、よかったんだけど、まあ、それと同時に、新カードが来るんですよね。絶対に。いや、絶対じゃない。だって、あれって近日利用可能って書いてあるからさ、絶対来るに決まってんじゃん。なんだろうね。次のウルトラレアの性能がわかんなくない？なんだろう。しかも、ウルトラレア何回出すのっていう。チャンピオンじゃなくてウルトラレアねって感じよな。ねえ、どんな特殊効果の持ってるやつなんだろう。やっぱウルトラレアってさ、特殊効果がすごいじゃん。いや、ぶっ壊れなんかな、また。でも、どの道、マザネクとかって出た瞬間弱かったけど、そうやね、出た瞬間弱かったけど強化されて強くなってみたいな感じだったから、確かそうやんな。ウルトラレアぐらいの新カードにもなると絶対に強化が入って、まあ、絶対に強くなるんですよね。そうだから、次の新カードがどんな特殊能力を持ってるのかなっていうのがすごい楽しみだなと思ってます。まあさすがにスーパーラバハウンドみたいな性能のやつは出ないよね。8コストでマジで5年後クラルは続いてたらワンチャンぐらい。でもそんなインフレしなさそうよな。まあ、そういう部分なんですけど、今年ね、1ヶ月に6枚壊れたシリーズの動画を出せれば、年内に終わるんすよ。クラルは壊れたシリーズね。あれ、めちゃめちゃ面白いからね、ぜひ見てほしいんですけども、再生リストからでも前の動画でもね。新カードが2枚までなら増えていいよね。そうだから、いきなり2月から新カード、ペッて1個増えたらちょっと怪しいよなと言ったところで、まあそういう話してたら2倍まで来たので、ゴルナイがね、そんな強くないみたいな話なんだよね。マジで全然飛ばみたいな感じらしい。これはもう確かにさあ、そうそう、言われてるんで全然キング移動されないメガゴだし、これはこれでね、ガッチャン
して、はい、さてと、これはおそらくそうだね、そいつが来る。さすがに出しよし、メガを出して、これダメだったんじゃない？で、ボーラーが乗る。それうまいよね。さて、やっていきますか。相手のな、その、攻めの形組まれないようにするのがうまかったな、とにかく。いや、2倍まで待って、ああなるの、ちょっとショックやな。今シーズンね、いろいろデッキ使ってるんだけど、マジね、ロイホグとかも普通に強えしって感じ。なんかさ、こう、シーズン終わってから、バランス調整発表されてシーズン終わってから、プラロはやって、環境模索してっていう楽しみがあるじゃん。今シーズンさ、シーズン終わる前に来ちゃったから、もう楽しみがね、なくなっちゃうんですよ、来シーズン。そや、だし一番さ、やっぱプラロは、今シーズン終わりかけの時が来たから、もう今こう楽しみを全部やっちゃってるって感じだけどね。クロスか、クロスは勝ちたいんですけど、あー、どうだろうな。集中しないと負けるな。ねー、間に合ってたよ。はい、で、はい、はい、はい、これでうまく KO をちょっと止めてこのボンベイクすぐに引き合って、これ体感ある。いやー、これさ、結構ね、強いところよね。今のタゲ替え。タゲ替えはね、これね、バグらしいよね。言うのも。でも、このタゲ替えもなんかもうゴルナイの強みの一つになってない。タゲ替えはどうだ？バグじゃねえか、これ。どうなんだろう。いや、でもバグか、さすがに。これ、大丈夫って書いてある。大丈夫だよ。で、これ大丈夫ってことによって、これが受けとして間に合うという話ですね。もうね、ここもう、ドヤ顔でここに行きます。
で、これゴールナイダッシュ行ってもいいんだよね。はい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 、まあ、ゴールナイダッシュ行ってオーバーフェアさんに行って泣きそうなのできたらいいと思います。勇気、マジでいい勇気してる。あとはボンバーが強い、まあ、ボンバーが強い。これはトリックライティングで見せそうなので、話になるわけですよ。下げてもらったんですけど、こういうね、一個部分も持ち合わせるけど、まあ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 、まあ、そんなこんなでちょっと掲げしつつね、やっていくんですけども、まあ新作業で動画1日2本出そうと思っているので楽しみにしてください。まあラバハンドについてはスーパーラバハンドっていう名前でメールを使って開催されて、まあ新カードではないので、そこら辺ね、一応多分ね、プレイ映像見たことある人いると思うよ。誰が実装されるんだったら、クララは引退するとかって多いと思って、まあそれはね、俺も多分やめるわ。なんでこのバカげたゲームって。いや逆に、壊れたシリーズのネタになるからってやるかもしんないけど、まあラバハンドは、こう、さすがにチャレンジ限定といったところでね、2月に多分来ると思うんで楽しみにしててください。では、おつめしバイバイ、またねー。